及川光博、檀れいが離婚発表。仕事に集中するあまり、時間的にも精神的にも、ゆとりが持てなく。歌手、及川光博、49、と、女優の檀れい、47、が、28日、離婚したことを発表した。所属事務所を通じて報道各社にファクスを送付し、連名で、本日離婚届を提出しました。と、報告した。所属事務所によると、及川はこの人内の区役所に離婚届を提出。慰謝料、財産分与はなく、離婚に関する会見の予定もないという。二人は直筆の名前入りの書面で、この度、及川光博と、檀れいは、11月28日、円満に離婚したことをここに報告させていただきます。と、コメント。それぞれの未来のために二人でよく話し合った結果、本日離婚届を提出しました。とした。出会いから、9年、2011年、7月に、夫婦となってから7年間、共に学び、支え合い、仲良く過ごしてまいりましたが、互いが仕事に集中するあまり、時間的にも精神的にも、ゆとりが持てなくなってしまったのが実情です。と説明。共に表現者として、尊重し合い、笑顔で出した結論です。とし、今後も努力し精進してまいりますので、どうか温かく二人を見守っていただけますようお願い申し上げます。と結んだ。二人は、2009年秋に、及川がレギュラー出演していた、テレ朝系ドラマ、相棒、シーズン8に、檀がゲスト出演したことがきっかけで出会い、交際を開始。11年、7月、27日に結婚していた。